与野党の国対委員長会談が開かれました。これは議長斡旋に基づく与野党国対委員長会談です。それで結論から言いますと、5党の幹事長が申し入れた衆参予算委員会を早期に開会し、政治と金、普天間、財政経済、公定益問題などの集中審議を求めると。この問題については与党側から、予算委員会の筆頭間協議をやるよう指示するという返事がありました。でこれに対して野党側からは、筆頭間協議ということになればそれはまずいと、各党理事もいるわけだからという話に対して、各党の筆頭も回りますということが与党側から返事があったと。でそれは当然だけども、理事会議、理事懇などの場でもこの問題をきちんと議論するようにということで、これはそういう方向で合意になりました。から2つ目に、国会法については、与党の側から提出はしたけれども強引にはやらないという言明がありました。で野党側からは、強引にやらないんだったら提出したものを一旦撤回して、その上 で、ないと信用できないということを述べましたが、撤回するとは言いませんでした。から3つ目に、幹事長出局長会談については、小沢氏と連絡を取ったが今山口にいると。それで相談の上検討したいと。それで野党の側からは、単なる検討したいというだけでは困ると、いつまでに返事をしてくれるのかと、どんなに遅くとも木曜日までに、回答をもらいたいということを言いましたが、これには返事がありませんでした。で山岡氏の方から、国対委員長としても幹事長会談について検討するけれども、自民党の大島さんから、民主党の小沢氏に、もしくは幹事長代理レベルで、自民民主間で連絡も取り合ってほしいと、国対委員長としても汗をかくと、結論はそういうことでした。なお、やり取りの過程の中でどうして幹事長会談にこだわるのかということが山岡氏から出されて、内容が問題なのか形式なのかと、すなわち内容というのはこの申し入れの、このここに書いてある内容を重視しているのか、幹事長職局長会談という形式を重んじているのかということを山岡氏が述べて、それに対して、国田などが、この内容が問題なんだけど、この内容でデッドロックに乗り上げているわけだから、与党の幹事長、野党の幹事長が合意したものを実現しようと思えば、国対委員長間では合意に至らなかったんだから、幹事長会談やるのが当然じゃないかと、内容も形式も幹事長会談がふさわしいと。それから国会では民主党のを代表している窓口は国対委員長である山岡であると、どうして幹事長会談が必要なのかということもありました。でそれは違うと、あなたは国対委員長であって民主党を代表する責任者は小沢幹事長じゃないかと、それはやり取りがあって平行線になりました。それで議長斡旋に基づく与野党国対委員長会談だったので、今国対委員長、野党の国対委員長が、議長に、報告に行って次のような申し入れをやってます。これは今、野党の幹事長国対委員長の会談で、与野党国対委員長会談の報告を受けて議長に報告に行く際に、どういう報告に行くか、何を言ってくるかというのを意思として、それに基づいて今野党の国対委員長が議場のところに行ってると。で1番目の筆頭間協議云々、各党の筆頭もある理事会理事懇という点では、これが実るように議長としても努力をしてもらいたいと。で2番目に、撤回が望ま、国会法については撤回が望ましいけれども、強引にはやらないということを与党は言ってるわけだから、議長として今国会で強引にこれを成立させると、本会議のボタンを押すということはしないようにと
各党間の政党間の協議が十分やられるように議長としても努力してもらいたい。それから3つ目に幹事長会談が検討するっていうことを言われてるけども、必ず、要請に基づいてやりますとはまだ言ってないので、我々も努力するけれども、議長として、こういう重要な問題でまだ与野党間でデッドロックに乗り上げてるわけだから、幹事長会談がやれるように議長としても努力をしてもらいたいということを、言うというので、今そのことを議長のところに申し入れに行ってると、まだ帰ってきてないという状況です。